疑問は取り扱いですよね。それは対戦相手に最大限の敬意を払うこと。今日の対戦相手はアルビレックス新潟、そしてスタジアムには平日にもかかわらず新潟サポーターの皆さんが、坂本総理の皆さん立ち上がってもらえませんか。リスペクト、皆さんにお届け大きな拍手を。大事に聞いても無理やろ。あるよ、縁もはるまるよ。背番号1、ゴールキーパー大谷光輝、背番号24、ディフェンダー川口直樹、背番号33、ディフェンダー西村龍馬、背番号4、ディフェンダー孫十文、背番号27、ディフェンダー堀米雄斗、背番号30、ミッドフィルダーロンドフラン、背番号34、ミッドフィルダー原輝樹、背番号13、ミッドフィルダー加藤勝、背番号20、ミッドフィルダー早間剛、背番号10、フォワードチアゴ・ガラニャ、背番号49、フォワード鈴木武蔵、かつてはリザルトプレー、背番号22、ゴールキーパー川並五郎、背番号3、ディフェンダー増田茂、背番号26、ディフェンダー酒井剛さん、背番号14、ミッドフィルダー田中達也、背番号15、ミッドフィルダー本間勲、背番号16、フォワード平松修、背番号32、フォワード川田敦、そしてチームを率いる監督は三浦文武、以上のミスターチームアルビレックス新潟、今日のメンバーです。うまい。
Yeah.
ちょっと。